こんにちは。間違ってイギリス英語のテキストを買ってしまい、大混乱を起こしているヤニックです。現在はこちらの English Grammar in use を使って文法の英語、文法の勉強をしていますが、日本語のテキストより、えー、段違いに難しいです。難しいというか、説明文にいちいち読めない単語とか表現が出てくるので、それを調べながらなのでめっちゃ時間がかかっていますが、まあ、なんとか理解できない範囲ではないですね。辞書を使ったり。 ネットを使ったりとかすれば、まあ、その代わりネイティブのニュアンスで文法が学べるので結構やりがいがあって学びも多くてあ買ってよかったなって結構思ってますあと後悔してるのが間違ってイギリス英語のテキストを買ってしまったことですねえこれまでずっとアメリカ英語を学んできたというか別に知らなかったんですけど僕がこれまで学んできた中学校英語とか購入してきたテキストっていうのはまあ多分アメリカ英語だったんですけども知らずにやってたんですけどそんなこと ま、そん、そのテキストとかでは見慣れないような言い回しが結構出てきてですね、イギリス英語だと。まあ、それを見かけるたびに混乱する毎日を送っております。まあ、特に一部の過去形を現在完了形の形で表現するのが馴染めないですね、イギリス英語は。おかげでイギリス英語はやたらハブが出てくる印象で、めっちゃハブばっかり出てくるんですよね。ハブ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 言ってるようなイメージなんですけど、<laughs> 勝手なね。 まあ一体何のハブなのかが分かりづらくなるのがすごい混乱のもとになっています。今余談ですけども。今日はそんなテキストの中からこの文法、マスト、ハブプラス動詞の過去分詞系についてをちょっと学んだんですが、これをちょっと動画でアウトプットすることで自分の身にしていこうかなと、今回は思っております。このマスト、ハブプラス動詞の過去分詞 の形を初めて見たときに、またちょっとびっくりしたんですけども、えー、マストの後ろって動詞の原型が来るんじゃなかったっけって習ったはずなんだけどな。なんで官僚形の形が来てるのかなっていうのが、まあわからなくてですね、まあ。マストって何々に違いないとか、何々しなければならないという意味だったはずなんだけど、官僚形がついたらどう訳せばいいのかなってわからなかったので、 ま、今日はその辺を自分の中で物にしようということで動画を作っていきます。えー、少し復習になりますけども、以前作ったマストビー〇〇の動画で、マストビーっていうのは何々に違いないっていう解説動画を作りたんですけども、ま、例えば名前は知ってるけど顔を知らない者同士が集まるオフ会とかで、えっと、ジャスミンさんですよね、みたいな、 そういう何々さんに違いないですよね。何々に違いないですよね。とかそういう時に、こういう you must be っていうの、must be っていうのが使えるんですけど、you must be jasmine.nice to meet you. とすれば jasmine さんですね。jasmine さんに違いないですね。はじめましてという感じで、いい感じに使える言葉っていうような動画を以前投稿したんですけども、 で、それを踏まえてですね、今回のその、マストハブプラス現在完了形っていうのは、単純に〇〇に違いないの過去形になるんですね。日本語にすると〇〇だったに違いないになるんですね。なんか、マストの後ろに完了形の形がついているので、いやいや複雑に感じますけども、まあ、や、実際の問題は単純な話で、ただただ過去形になったってだけですよね。例えば例文だとするとこんな感じです。 こんな感じになります。Oops, I lost my wallet.You must have dropped in somewhere. やべ、財布なくしちゃった。どっかに落としたんじゃないのこのどっかに落としたんじゃないのっていうのが、えー、you must have プラス過去分子の形で表せるんですよね。どっかに落としたに違いないんじゃないのっていう感じですよね。まあそれを交互的にするとどっかに落としたんじゃないのっていう感じになりますけども、 まあ結構日本語でもよく使う言い回しですよね。〇〇したんじゃないの〇〇したに違いないんじゃないのっていうのはよく使うと思いますけど、まあこれはもちろん英語でも、日本語でもよく使うってことは英語でもよく使うということで、英語の口語ではマストハブを略してマスタブ、マスタブと発音するみたいですね。マスタブ。だからネイティブの人がマスタブって言い出したら、マスタブってなんだよって感じですけど、 バスタブとか思うかもしれないですけど、must have 何々したんじゃないのっていう意味になるんですよね。で、ちょっと余談になるんですけど、今出した例文、イギリス英語にするとこうなるんですよね。まあこれ完全なる余談ですけど、oops, I've lost my wallet.you must have dropped in somewhere. この最初の文の I've lost っていうのが、イギリス英語,英語だと、 現在完了形の形なんですね。I have lost っていうことで。アメリカ英語だと I lost って単純な過去形なんですけど、イギリス英語だとここは現在完了形を使ってると。過去に財布を、ちょ、過去に財布をなくして、現在もまだ見つかってないので、まあ、本来的な意味で言うと現在完了形を使うのが正しいんですよね。だからイギリスはより厳密な言い方をするんですよね。その辺の言い方。まあ丁寧ですよね。よく考えてみると。 私、財布なくしちゃってさあ、まあ、日本語でもこういう言い方すると思うんですけど、その過去形だけの情報だと、今現在も財布をなくしてもないのか、それはもう見つかった過去の話なのかっていうのが、聞き手としてはわかんないですよね。で、こう聞くじゃないですか。え、で、それどうだったの見つかったのって。いや、それが見つかってさ、なのか、それともまだ見つかってなくてさ、っていう説明が必要じゃないですか。日本語では、もう実際そうなんですけど、 ただ、イギリス英語の場合は、現在完了で、形で、現在もまだ見つかってないっていうような形なので、I have lost, I have lost っていう現在完了形を使っているので、別に説明を加えなくても、今もまだ見つかってないよってことがお伝えできるんですよね。うん。っていうのがあるんですけども、かなり僕は今混乱しております。はい。まあ、慣れなんだと思うんですけどね。 今回のマストハブプラス過去、動詞の過去分詞形というのは、日本語の口語で言うと丸々したんじゃないというような意味になってですね、子供の頃親によく言われたフレーズだなというのをまあ僕は思い出しました。あそこにしまったんじゃないのとか。あそこに置いてきたんじゃないのとか。よく傘とかなくしましたからね、僕。物をねよくなくす子だったんで、よく言われたなって思ったんですけども。まあこれ覚えておくと便利なフレーズですよね。ちなみに、 これの否定形ももちろんありまして、must not have プラス過去分子の形にすれば、〇〇にしていないに違いないになりますね。〇〇していないんじゃないか。うちの子供まだ宿題をしていないんじゃないんだろうか。みたいなね、言い回しができますよね。えー、最後にちょっと、これまで学んできたことを一度まとめてみようと思います。it is love. それは愛です。 まあ現在を断定するような表現ですよね。It was love. それは愛だった。これ過去の断定ですよね。It must be love. それは愛ですね。えー、現在の根拠に基づいた確信に近い憶測。まあ、かなり可能性が高いんですね。90%以上。違いないですね。It must have been love. それは愛だったに違いない。 過去の根拠に基づいた確信に近い憶測です。そして最後。It must not have been love. それは愛じゃなかったに違いない。寂しいですね、これね。<laughs> 愛じゃなかったのかーって。あれは愛じゃなかったのかーっていう時に使うのかな。まあ、これも過去の確信に近い憶測になると思いますね、えー。こうやって並べてみると結構わかりやすいですよね。 うん。ということで、まあ今回は must have been, must have done っていうような結構便利な言い回しっていうのを自分の中で学んだのでアウトプットをしてみました。で、最後にこっからはちょっと別の話で完全にこっからも余談になってしまうんですけども普段思っていることを一つ僕が考えていることですね。お話ししていこうと思います。 よく英会話をするのに英語の文法を学ぶ方がいいという意見と文法は必要ないという意見を結構ネット上で目にします。文法からやった方がいいよ。いや文法なんていらないよ。喋しゃべ,しゃべまず喋る方が早いよっていう結構意見が結構分かれるんですね。個人的にはその人の性格によるんじゃないかなって思っていつも見てるんですけども、 僕の場合は理論や理屈で覚える方が好きなタイプなので、結構理数系のタイプなので、文法を学ぶのは自分の性格に合ってると思ってるんですよね。逆にとりあえずこれ覚えて何も考えなくてもいいから使ってっていう、とにかく覚えて暗記、暗記しちゃって使いながら覚えてっていうのは結構苦手なんですよ。暗記が僕苦手なのですごく。何の取っかかりも、何の、何て言うんですかね。 ヒントもなく、これをまるっと覚えてっていうのがすごい苦手なんですね。何の脈絡もないものを。うん。なんでそういう言葉を使うのか、仕組みがわからないと覚えられないんですよ。全然。なんでか知らないんですけど。なので、僕みたいな人間は文法を先にやって、なんでそういう風になってるのかっていうのをわかった上の方が覚えやすいですし、応用も聞きやすいので、結果的に楽なんですね。僕みたいな人間は。 まあ、頭でっかちではあると思いますけどね。自分でもそう思います。で、もちろんこの方法はメリット、デメリットありまして、メリットは正しい英語を使えるようになると思います。まあ、文法をしっかりやった上での会話になると思うので、まあ、ただデメリットとしては時間がかかると思います。喋れるようになるまで。あとは、頭でっかちになる可能性があることですね。まあ、文法ばかりになってしまう可能性があるってことです。 英会話は自分の意思を、英語を使って相手に意思を伝えるためのものですから、ビジネスシーンであるとか、そういうシビアなシチュエーションでなければ、友達と話すですとか、海外旅行に行くですとか、和んだ状況であれば、まあ、完璧な文法は必要はないんじゃないかなと思うんですよね。えー、文法はきっと間違いでもあなたに私の考えは教えることも大丈夫です。 という言葉を聞いても、まあなんとなく言いたいことはわかるなっていうのは、やっぱあると思うので、まあ、文法ばかりにこだわりすぎているといつまでたっても喋れないということにはならないようにだけは注意したいですね。まあ、文法から始める派としては頭でっかちになりすぎないように。 まあ逆にですね、まあ僕じゃ、僕とは違うタイプの感覚ですとか直感、感情、経験で習得するのが得意な方っていうのは、まああとは理論理屈が苦手な方ですよね。まあちまちま文法を学ぶよりかはいきなり外人と喋る方が僕は習得は早いんじゃないかなと思います。いきなり喋り始めちゃう。わからないなりに。でもやって覚えるみたいなね、タイプですよね。 もう文法も丸暗記しちゃってその通り喋るみたいな。そうやって、やっていくうちに生の英会話が身につくみたいなね。そういうタイプもいると思うんですよね。メリットはとにかく習得が早いことだと思います。多分このタイプが一番習得早いんじゃないかなと思います。デメリットは文法的に間違った英語を習得する可能性があることですよね。 うん。まあ、ただ先ほども言った通り、文法的に間違った英語でも、まあ自分の意思を伝えることは可能ですし、間違ってても、まあその人の人間性とかでもね、カバーもできますからね。まあ言語ってコミュニケーションツールでしかないですからね。足りない部分は文法的に足りなくても、それ、その他で補えばいいんじゃないかな。人間性ですとか、まあジェスチャーですとか、絵を描くとかですね。まあ伝える方法ってのはいくらでもありますから。 なので、どっちを選んでもメリット、デメリットはありますが、自分の性格に合う方法でアプローチするのが、ま無理なく習得できるんじゃないかな、と思いました。まあ、僕は基礎的な文法を身につけたら、えっと、頭でっかちになる前に、文法ばかりになる前に、スピーキング重視に移行しようとは思っております。まあ、ということで、最後はまあ、どうでもいい話でしたけれども、普段思っていることなのでお話しさせていただきました。ということで、今回の 動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。